チューニングカー雑誌オプション4月号に掲載されたあのマシン、その名も V12 スーパー。その名の通り12気筒エンジンを搭載した究極のチューニングカー。紙面に掲げられたそのキャッチコピーは魂の最高傑作。その傑作マシンがついに動き出す。ロールアウト V12 スープラ、いよいよ発進。シェイクダウンの舞台は茨城県つくばサーキット。数々の伝説を作ってきたこのコースで新たなストーリーが始まる。テストドライバーはこの人にお願いした。うわぁ、相変わらず金色で変な車だなこれ。なんかかっこいいんだかかっこ悪いんだか分かんないねこれも。いやー本当にこれスープラだよね。スープラにね、12気筒のエンジンが乗ってますよ。おなじみのゴールドカラーに身をまとい、新作のエアロパーツも装着。トップシークレット V12 スープラ、スモーキー永田の渾身の作品だ。リア周りにこそスープラの面影があるものの、内装はオリジナリティにあふれている。エンジンはセンチュリーの5リットル V12 エンジンを使用。片バンクずつ2機の F コン V でコントロールしている。それではインプレッションいってみよう。これに乗った感じはスープラですね。まあとりあえずこの12気筒エンジンがどんな走りをするか、まあどれぐらいで壊れるかちょっとやってみたいと思います。じゃあとりあえず行ってみたいと思います。さあ12気筒エンジンのスープラに見えないスープラ、まあかっこいいですよね、デザインもね。これ12気筒の音ね、まあこれマフラー2本に分けちゃってるんで結局6気筒6気筒なんですよね。だから12気筒なんだけど音はまあ6気筒が2つっていうことで、そんなに感動的な音では今のところないんですが、どんな音かよく聞いてみてください。重いね、やっぱり前がなんかね、前に重い漬物石みたいなのこう乗せられたような感じだな。これ速いね、トルクがすごいある。トルクだけで走っちゃう。でもね、すごいフィーリングいいですよ。すごい速い。ちょっとこれは、まあ、湾岸仕様だね、直線盤上。非常にでもね、これ完成度が高い。バランス、車のバランス、足とか車を走らすね、技術っていうのはすごく上がってますね。素晴らしいトップシークレット。なかなかこれは面白い車だと思います。やっぱりトルク感と、ターボついてるんですね、はい。ターボ そのトルク2プラスターボが効いた時の、伸びというか、そういうのが12気筒らしいなって感じ。いや本当にね、久しぶりにね、なんかこう面白いというかいい車にこう乗ったなって感じですけども、顔つきがいいですよね。こう流線形でこう縦目のちょっとねこう引き締まった締まりのあるやつというかね、そういう感じで。これね実はねリアラジエーターなんですよ。なんでここのリアのこのウィンドウがこの部屋の引き込み口になってるんですね。ちょっとね後ろ開けて風が入って冷えるはずなんですけども、ちょっとサーキット向きじゃないのかなと。まあ、ここがもともとですね風の入りが悪いんで、非常にこのスープラっていうのは空気抵抗少ない車なんで、この辺の流れがいいと。でここ窓取っちゃっても風がなかなか入りづらいってことですね。エンジンかけてみましょうと。この辺がちょっとね6発のエンジンと違ってかけた時のアイドリングする前のこう音がですね12気筒らしいこう音がします。見てくださいよ、12気筒はやっぱりでかいですね。まずねエンジンがね、ちっちゃいタービンでうまく回してこう乗りやすくしてるってのもあると思うんですね。作りが美しいですよね、トップシークレットとは思えない。まあ、そしてちゃんとこれねナンバーがついてますよ。千葉334の12気筒に憧れてるから12だって12。皆さんこれナンバーついてますよちゃんと。あれ、あ本当だ、ちゃんと回になってますよ、すごい。トヨタのね80のスープラの80回になってます皆さん。さあまあこういう車作ったわけですけども、一体ねこの車ねこれどこ走るんですかね。この
どこ走るのって言われてもここに決まっているでしょう。念願の V12 マシンを手に入れてご機嫌のスモーキー。これはトヨタのスープラでもう一番思い入れがある車なん でもうすぐ新しいスープラになるのか、トヨタのスポーツカーが出るその前に、スープラでファイナルバージョンを作ろうと思って作った車がこれです。まだこれエンジンノーマルなんで、最終的には800ぐらいを安全マージンで乗れるような車にしようと思ってます。結構みんな、いろんな雑誌とか取材に来てくれてるんですか？来てもらってます。どんな雑誌が来てるんですか？オプションとか。オプションの紙面だとやたらカッコつけているスモーキー。制作からずっと追っかけてきたオプション編集部も予想以上の出来栄えに感心しきりだ。はい、じゃあエンジンフード開けてエンジンルーム見せてください。はい、カットカットカットなんでこういうの置くんですかこれ。だからそう、このマシン東京オートサロンで最優秀賞とグランプリを両方取るという快挙を成し遂げたのだ。それが自慢でスモーキーはいつもトロフィーを持ち歩いているらしい。あとバッテリーとか重量物も前になくてもいいものを後ろに持ってくる。なるほど、あ、この中 で、 こ, こ, でここにラジエーターがあるんですね。 あとバッテリーとここにあるんですね。ちょっと待って、カットカット、おたくさんカット、なんですかこれ。もうなんでこういうことするんですか、永田さん。分かってますよ、これは。だから置かないでください。トロフィーとかボードとか何なの。この車は最終的にはどこに行こうとしてるんですか。ナルド。ナルド、はい、ナルド、何ですか、ナルド。イタリアのこう周回路があるんですよ。どこか分かる。でこういうの撮ったんですよ、こういうの。いや、カットカットカット、こういうのカット、コートサロンで、あの、はい、これいいですから、これしまっといてください。これ分かった分かった、オートサロンでもらったナルドとはイタリア南部にある都市の名前。ここにある1周20キロの真円のコースは最高速400キロというものすごいテストコースなのだ。そのナルドに向けて現状のエンジンノーマルの段階で何馬力出ているかトップシークレットで計測が行われた。チューニングとしてはエンジンを乗せて小さいタービンをつけただけの状態。ブーストもコンマ4しかかかっていない。気になる結果はなんと553馬力。エンジンノーマルの段階でこれすげー。さすがは V12 エンジン、基礎体力が違う。そしてエンジンは今チューニングに向けてバラバラにされた。何せ 1GZ 用のチューニングパーツなど皆無。必要なものは作るしかない。ノーマルのポテンシャルはどのくらいあるのか、何馬力までは耐えられるのか研究が進む。一体なぜこのマシンを作ったのかスモーキーに聞いた。これはセンチュリーのエンジンで、普通だとこう4発とか6発なんですけど、これが6発があって、もう一個こっち側にも6発があって、これで V 型の12気筒チューナーとしてこういうエンジンを作ってスープラに乗せて走らせたかったっていう。やっぱりあのチューナーとして究極のエンジンを作って、で究極の場所を走りたいっていう、走らせたいっていう。でフェラーリも走ってる、でそこでテストされてる、でうちもそこで、自分もそこでテストしたいっていう、これが夢ですね。チューナーの夢、究極のエンジンを作って究極のコースを走りたい。V12 スープラ、誰もやらないことだからやる意味がある。スモーキー永田の挑戦はこれから始まる。